トゥーブリッジズはアウトブレイク後に最も長く持ちこたえたエリアの一つよ。ここの人たちはセラのキャンプに行くよりも政府に頼らない自分たちのコミュニティを立ち上げることを選んだの。ほとんどが死んでしまったけど、クリーナーズや他の勢力が暴れ回ってどうしようもなかった。今生き残ってるのはほんの少数よ。うますぎかもな。メモリーカードがこっちだと。ピースキーパーがライカーズのコントロールポイントを奪おうとしてる。彼らに協力して情報を掴んできて。コンリーは忙しいようね。コミュニティで情報を集めましょう。核心に近づけるかも。フリーナーズに協力してるローグエージェントを探してるって。近くのコミュニティに行ってみろ。最新の情報がある。その女を見た。こそこそ他の連中と任務に。コンリーは忙しいようね。コミュニティで情報を集めましょう。核心に近づけるかも。落ち着け。俺がやる。
帯機器を検知。いい知らせを待ち。ネットワークはダウンしたまま。人員がどんどん減ってる。お前たちを元の状態に戻さないと。手順ってものがある。国中のエージェントが DC に派遣されてるの。できる限り手は尽くしてる。できることはあるか。少しでも早く取り掛かりたい。撃てる手は全部撃った。ネットワークの攻撃者は切れ者よ。うちの中つまりディビジョンはもう終わりってこと。いいエロイ、適応して乗り越えるわ。逆境にあっても解決策を見つける。みんなを呼んで、作戦会議の時。ここのリーダーから何か聞き出して。初めて会った時のことを話して。シェーファーのことも知ってたのね。エージェント、クリーナーズの情報が聞きたいそうね。近くの避難所にある JTF の前哨基地が攻撃を受けたらしいわ。まずはそこを当たってみることね。頑張って。避難所に向かいましょう。コンリーの手がかりがつかめるはず。クリーナーズは全てを浄化しないと気が済まない。きっとまだ近くにいるわ。クリーナーズが JTF の残り少ない基地を燃やした。生存者はいない。現場での感染の報告は全くない。じゃあ一体何のために。コンリーとキーナーが関わってるならきっとクリーナーズを操ってるはず。次はどこに奴らを送り込むのか。そうね。現場に行ってコンリーの手がかりを探さないと。電子機器を検知。調子はどうだ。いいぞ。神父に嘘をつくのは罪だぞ。そうだ。間に合ったようね。クリーナーズがまだいるならコンリーもいるはず。
これはひどすぎる。敵の無線を傍受。念のためここは灰に伝えた方がいい。屋上は私がやる。コンリーはまだここにいる。急いで屋上に上がって。携帯電子機器を検知。他のルートを推奨します。高熱を検知しました。屋上に上がるにはそのルートしかない。スプリンクラーが作動してないってことはクリーナーズが水を止めた可能性があるわね。手動で戻せないか試してみて。消火システムを検知しました。消火システムが作動中です。よし、行くわよ。コンリーはまだ屋上にいるはず。急いで。敵の無線を傍受。燃やして、リスクを排除するの。了解。未知のネットワークを検知。Thank you.
そう、コンリーはいない。エコを調べて手がかりがあるはず。付近にエコを検知。汚染エリアの情報をありがとう。君ならできると思ってた。 JTF に感染を抑える力はない。行く先々で広めるだけだ。情報をくれさえすれば対処するわ。分かってる。また後で。状況は？消火を始めました。冠水にはまだ時間がかかります。そのまま続けて、終わったらタンカーに戻ってきて。コンリーの裏で糸を引いてたのはキーナーね。 JTF を感染者に仕立て上げてるんだ。そしてあの女を利用して始末するようクリーナーズに命令させてる。エージェント、コンリーは後回しよ。1階から敵が来てる。あげましょう。
ナー、ここで何してるの？様子を見に来た。それなりにやってるな。うまくやってる。彼らは優先順位が分かってるわ。この状況は全員一丸となって対処しないと進まない。彼らには信念がある。妥協もしない。それは認めよう。何しに来たの？視野を広げた方がいい。クリーナーズ単独ではどうにもならない。君には味方が必要だ。それがあなただと？他にも仲間がいる。私はある計画を進めてる。共にこの町を救おう。何を犠牲にしようとも、感染と腐敗を消し去り、 JTF とディビジョンを永久に葬り去る。それで何をすれば？そうだな、まずはビタリー・チェルネンコという名の男を知ってるか？